皆さんこんにちは。8月の霊会に、納涼霊会にお越しくださいましてありがとうございます。本日は芦屋の地ということでですね、場所を変え、そして家族と交流する霊会ということで、普段のスーツの姿とは違うというところでですね、非常に皆さんのまた普段の顔が見えるなと思って楽しみに霊会に参加しております。本日はですね、堤歴代理事長をはじめといたしまして、財団法人西宮楠木会の理事長であられます堤先輩、そして、財団法人楠木会のお世話を役をやっていただいております南部さんはじめ、今年度留学をされる3名の学生の皆様、8月の納涼連会にお越しくださいましてありがとうございます。さてですね、8月納涼連会ということで、7月の例会よりですね、たくさんの授業がございました。その中でですね、特にサマーコンファレンスにおきまして、これからの西宮青年会議所でですね、大きく将来的にですね、歴史を残すシーンがですね、ございましたので、ここで少し披露させていただければというふうに思っております。もちろん知っておられる方もたくさんおられるかと思うんですが、サマーコンファレンスにおきまして、兵庫ブロック協議会の次年度会長を決める選挙管理委員会が開催をされ、そして、西宮青年会議所直前で議長でもあります平山慎吾君が兵庫ブロック協議会2011年度会長に決定をいたしました。そのことを皆様にご報告を申し上げます。そしてですね、近畿、地区の管理大会を来年主管するというところで、皆様にも前回の例会にもご説明をさせていただきましたけれども、それに伴ってですね、さまざまなゴルフでありますとか、そういった部分でもですね、皆さんの顔を拝見してですね、非常に責任を持っていろいろな事業でありますとか、地区でありますとか、ブロックの事業にコミットいただいていることをありがたいと思っております。さて本日はですね、小林委員長をはじめといたします国際交流委員会のメンバーの皆様が家族との交流をですね、していただくということを目的として、この納涼連会を開催しております。日頃はですね、青年会議所運動でなかなか家族ともゆっくり交流できない、忙しい時間を過ごしておられるメンバーの皆様ですね、今日はですね、存分に家族と交流をしていただいて、これからもまた青年会議所運動ができるように、日々の疲れでありますとか、そういったものをですね、癒してもらえるような例会になればというふうに思っております。非常に楽しい企画をですね、この例会終了後懇親会の場でですね、いろいろ企画をいただいているようですので、まあ日頃のまた青年会議所の活動とはちょっと違った部分ですね、楽しんでいただければなというふうに思っております。まあそれからですね、あと残り12ヶ月までのまだまださまざまな事業がございます。ぜひですね、皆さん積極的に参加をして、そして来年の今私がご説明させていただきました部分でですね、西宮青年会議所の背中を見せて運動を続けていけるようにですね、邁進をしていただきたいというふうに思っております。まあ、本日はちょっと芦屋のこういう明るい会場での例会となりますけれども、懇親会まで楽しくお付き合いいただくことをお願いいたしまして、理事長としての会社とさせていただきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。